小説、遥かなる異邦人、大川隆法。13、遥かなる異邦人。夜空を見上げれば、星空の銀河がある。その銀河の遥か彼方に、母なる銀河がある。その星の一つに、私は生まれた。今はまだ名も知らぬその星は、私をこの地球に送った。星よ星、母なる星よ。何故に私はこの地球に生まれ落ちたのか。この破壊と闘争の星に愛を持ちきたらすことが、なぜこんなにも難しいのか。人間の一人として生まれて、私は己の未熟なるに涙する。人には心があることすら伝えられない。魂に善悪があることすら伝えられない。せめて時代の北極星たらん、変わりゆく世界の中でまだ常なるものがあると、人々の胸にささやかにも伝えたい。言の葉の自由の向こうに正しさがあることを伝えたい。ああ、我は異邦人、遥かなる異邦人。ああ、誰か知らんや、戦場の海の底の我が魂の叫びを。龍二は座椅子に座ってこんな詩を書いていた。そしてふとヘルマン・ヘッセのことを考えていた。ヘッセは詩人になりたいと願って詩人になった。自分は詩人になることすらかなわない。自分の言霊は一人の人の心にも届かない。せめて時間の女神が自分を詩人にしてくれたなら、この涙は世界に吹き散らかされて愛となって降り注ぐであろうに。数十億もの人口が誰が神の使徒かもわからなくしている。この世で大なる者はあの世で小なる者となり、この世で小なる者があの世で大なる者となる。ガンジス川に流す自分の涙の一滴が、遥かなるインド洋へ、太平洋へと届く日はいつなるか。龍二は自分が一歩一歩進んでいることを確かめながら、努力しても努力しても、この世の成功から遠ざかっていく悲しさを感じていた。自分はどうやら遥かなる異邦人らしい。自分は誰からも認められることなく、この世で朽ち果てる存在なのか。誰の目にも映る輝く北極星とはなれぬのか。悪なる者が肥大化して、善なる者が消え込んでいくのか。そう思うことすら、もはや虚栄心にしか過ぎないのか。小さな田舎町の少年が、努力に努力を重ねて、ここまで成長してきた。しかし、社会は大きすぎて、自分の一くわ一くわが届くことはない。自分がなさんとしていることは何なのか。自分の理解者はどこにいるのか。砂漠のような法学部の中で一匹のアリとして生きていくしかないのか。龍二は民主主義社会の成熟を願う一方、神の真理を伝えるたった一人の人がどんな未来を生きるべきか壁に打ち当たっていた。
自分の未来を手繰り寄せて先食いすることが幸福ではあるまい。しかし亀のごとく歩むうちに本当の亀になってしまってはなるまい。ある時ミサが銀座にすごくよく当たる占い師がいるのよ。うじうじしてるより人の意見も聞いてみたらと連れて行ってくれたこともあった。占い師は強運長寿金運極めて強し天下の美女才女集まる。ただし人生の途中で大きな路線変更あり人に仕える人にあらず独立運強しと述べた。誰に見てもらっても大体同じことを言う。結局明日のことを今日患っても仕方なしということか。一方ミサについては占い師は全くわからない。あなたは未来だけあって過去のない人。隣の男性とは深い縁があるが、この透明な糸の正体が自分にはわからない。その時が来たら全てがわかる。と謎めいた言葉を語った。ミサは未来だけあって過去のない人という言葉に感激していた。やっぱり謎めいた美女って本当でしょ？あなたの未来は抽象的だけど、ある程度読み解かれているわ。私にはだいたい意味がわかる。でも私のことはリュウジさんにも読み解けないわよ。本当の異邦人は私の方かもね。もっともっと謎めいちゃおうかな。リュウジ、頼りない雲の糸で二人は結ばれているって言うんでしょ。一風吹けばどうなるかわからない。未来だけあって過去がないっていう意味は、君が能天気で自分に都合の良い未来ばかり期待しているけど、過去の自分の行為について全く反省の心がないって意味さ。占い師が全くわからないっていう場合は、結婚運があるかないか自分が言うと大ごとになるから今は言えない。たとえ明日別れる運命でも今日一日だけは恋人でいることはできるって意味さ。ミサ、その謎解きはつまんない。天下の美女才女集まるは少なくとも 50% 以上私のことね。田代優子ちゃんや山下恵美ちゃんも電車がそれ違うように近くに来たかと思うとあっという間に通り過ぎていくのよ。それが集まるの意味よ。でもよかったじゃない。長寿金運女性運社長運、男ならこれで 80% は満足しなくちゃね。リュウジ、でもやっぱり占いの解釈は何とでもできる。運命は自分で切り開いていくものだよ。それでこそ結果に責任が取れる。二人がそんな会話をした日もあったな。とリュウジはふと思い出したのだった。